はい、どうも、ドラキシです。サムライジャパンの無料ガチャがね、あるのでね、早速引いていきたいと思います。まあ、もちろん狙うはね、岩佐投手であったりとか、中野くんやねんけど、でもこれはピッチャーだけちゃうよな。うん、狙うはそこやねんけど、岩佐くんやったら中野くんやねんけども、なんとかね当てれるかな。早速引いていきたいと思います。大谷翔平くんでもいいんやけどな。東京レッツゴー、来い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 。慣れてるやろな、楽しみやな、マジで慣れてるやろな。まあ、1枚と言わず2枚3枚で出てくるんで、そんな甘くないんやけどな、クロスミラー。どうしたやろ、予想はさんや B やけど、来た、怖い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 。源田さんか、まあまあいいんやけどな。うん、おっと、俺今847個ね持ってるんですよね、エナジーなんで。3連はねいけるんで、ね、ちょっとマジで、中野くん、岩佐くん、ダルさん、大谷くん、この4人のうちの誰か当てたい。ということで3回ねやっていきたいと思います。はい、来い来い。おお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 お、なんかこのガシャの演出でさ、確定とかあるやんか、あんまり詳しくないからやっぱり研究しちゃうっていう。はい、2個2個はエスやろ、2個出えへんのかい。おみやりくんや、怖い怖い。藤井投手やな。うん、戦力外の星と言われた投手ですよ。カープを戦力外になってんすけどね。ピッチャー投手くん、ホークスに入ってですね、大活躍されてます。これ寒そうやな、演出的にな。もうさ、絶対寒いやん、もうマジかよ。次確定なんでね、次確定なんでね、ちょっとマジで引きたい。あの、ちょっと待って、阪神勢オアダルさんオア大谷くん、もうこれやったらもう僕の中で、ね、欲しかったです。当たりかなと思って、もう2枚でも来いよマジで、2枚引きとかしてくれよ。出てんやで、 S 出てんやで。村神様やん、村神様やん、村神様やん。誰、いやここじゃないんやな、住谷さんの S 獲得したけど。源田さん、誰誰誰、こんちゃん、こんちゃんか。まあいいいい、全然いいんやけどね、こんちゃんかっていう感じやな。はい、とりあえずね、今もうエナジーがないのでね、まあ僕こんな感じでね終わろうかなと思うんですけども、皆さん、誰が当たったかね教えていただけるとね本当に嬉しいです。はい、では終わります。ありがとうございました。